って前髪が多分、まあ、鼻ぐらいまで鼻上ぐらいまで伸びてた感じですよね。でもともとレイヤー入ってたんで2、3ヶ月切ってなかったんでちょっとこうだらしない印象になったんで、でちょっと今回は顔周りちょっとマッシュベースで顔周り切らせていただいて、あとレイヤーをちょっときっちり整えて切っていく感じですね。でもあえてこう顔周りは軽くしすぎないで重さを残しながら、ラインは残しながらアウトラインも、でワックスをつけた時に不揃いすぎない動きというかライン残りながら、ちょっとレイヤーは多めに入ってるけども丁寧なラインの雰囲気ですかね。それちょっとイメージしました。